い褒めてくれてる。セクシーって感じるの本当に？それは嘘なんですよ。ちょっとガールズトークじゃないな。なんかこう質問に答えてる感じがして、ちょっとまだまだちょっと2人のね、ちょっと本心に迫ってない気がするんで、ちょっとこっからクラゲちょっと黙るから、えちょっと2人で本当にもうちょっと砕けたちょっとガールズトークお願いします。あのもう誰もいないと思ってスタッフもちょっと話してみて。難しいね。何喋ったらいいのか分からない。さあまた俺ヒント出そうとしてるけど、じゃ頭だけね、うん、あの、うん、のんちゃんって、うん、結構アイドル好きなのよ。そうなんですか。ほら良いスタート。アイドル好きなんですか。好きなの結構。なんか三次元の、あそう三次元の三次元二次元も 見るけど、でも三次元の方が好き。そうアイドルが好きなんですか。好きなの。あのイヤホンズも見に行ったじゃない。うん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 、見に来てくれました。そう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 、握手会が楽しくて。はぁ、あ、でもイヤホンズ結構シビアだから、うん、3秒くらいですよね。もうあのね、あの本当に普通に剥がされた、うん、あのあのアイドルの握手会に行くと、うん、後ろにスタッフさんがいらっしゃって、いるよね、そうグッて剥がされるんで、それ剥がしって言うんですけど、うん、あのそれをねなんかわーって言って、うん、最初にすぐに握手にすればよかったのに、うん、私わーってなって、わー久しぶりーってなって、うん、わーって言ってて、握手しようとしたら剥がされてあーみたいな、あーまたみたいな、全然できなかった。じゃあそれの傾向と対策としては傾向と対策としては、事前にあの一人一人に対しての一言一言を考えてなんか考えてて、私あの特にあの乙女神道さんっていうのをしてるんですけど、いろいろいるの。あの、パフィームとかも好きだし、うん、なんか、AKB とかも好きな子いっぱいいるんだけど、うん、まあ、ほんといっぱいいる、いろいろいるんだけど、その中でもその、あの、乙女神道っていう、あれ、推してるんだね。が好きで、うん、で、その握手会に並んだ時に、まあ、並んでる時ね、こう、列になるじゃない？はいはいはい。とね。その時に、一人一人に、今日のライブの感想とかを、なんか例えば、ハイライトとかが私の中にあるわけ。この子は歌声がすごい素敵だなと思ったとか、この子はあの喋ってる姿が可愛いなと思ったとか、で、とにかく可愛かったとか、そういうのを一個ずつなんか考えといて、その会った時に、ちゃんと、あ、何々でした、何々でしたって言いたいんだけど、もうね、剥がしのね、スピードにね、なんか緊張しちゃって緊張するの。なんかそのマリンカはさ、マリンカとして何回か会ってるからさ、イヤホンズの時は結構うまいこと喋れたんだけど、なんかもう本当に乙女神道とかだとこういう風に喋ってないからさ、なんかあの伝えられないんだ。ちゃんと伝えられなくて、はい、やばい、考えてたのに何考えてたっけみたいな、私この子に何言いたかったんだろうみたいな、はぁーってなって、はぁー、かわいいだけ、剥がされるみたいな。本当に、それがかわいいだけ言って、剥がされてみたいな。で、なんか、あの、予想だにしないこととか言われるとさ、びっくりするからさ、あ、お姉さん、綺麗なお姉さん来てくれたとか言われたら、はぁー、なんだ、褒められたーって、緊張するってなったら、もうすぐに剥がされちゃうしさ、はぁーみたいな。親譲りのミーハーだね。そうなんですよ。面白い。親よりひどいかもしれない。そうなんですね。はあ、なんかでもそのファン目線に確かになったことがなかったから貴重な本当貴重な証言ですね。そうなの。だから、うん、たまにさ、その私も握手会っていうものやったことがあるんだけど、うんうん、何も喋らない方いらっしゃるじゃない。います、います。たまに。あれはそういうこと。マジ頭の中テンパってっから。え、でもなんか、そう、はぁってなってるっていうよりは、うんうん、もうずっとこういう人もいますよ。だからもう、あ、あ、それは多分、見ていたいんだと思う、マリンカのこと。喋らないで？喋らないで、とにかく、マリンカ可愛いっていう気持ちを、マリンカって思って、思ってるんだと思う、思って見てるんだと思う。本当に。そうなんですね。もうテンパっちゃうから、そこ。そうか。もう、人の前に立つともう見るしかできないこと。別に、別にそんなずっと見つめたかったわけじゃないかもしれない、その人。もう見つめるしかできないんだよ。へぇー。見つめるしかできないの。可
愛かったみたいな。なんかそれぐらいマリンカも熱狂的になってるものってないの？私は2次元の方が好きだから。ほう、うん、なんかあんまりその3次元の人に会いに行きたいとか、うん、この人を見たいとか。2次元はそんなに熱狂してんの？2次元熱狂っていうか、例えば何？どういう系のほらアニメが好きとかさ、うん、どういう系のゲームが好きとか、うん、私乙女ゲームが好きです。私も好き。うん、乙女ゲームの、うん、私結構メーカーさんごとにやってたりとかするんですけど、うん、あ、そうなんだね。コーレさんとかオートメイトさんが好きで、コーレさんだったらコルダとか、うん、あーコルダね、はい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 。で、オートメイトだったら反抗期とか、うん、あー飛行機はやばい、うん、アムネシアとか。ああ、アムネシアもいいよね。そうです、結構やるんですけど、うん、あんまりそれをこう、なんでしょう、一人で遊ぶコンテンツだから、うん、人と語り合うことがなくて、うん、何、自分でニマニマしてるの？自分でニマニマしてます。ニマニマするんだ、マリンカ。しますよ。え、だって好きななんかグッズを買いに行きたいって思うのはやっぱり乙女ゲームのグッズなので、うん、こう池袋のアニメートが、やっぱり乙女の聖地と言われてる場所なんですよ、うん、行くんだ。 だから池袋のアニメートに足を運んで、うん、そうガチャガチャとかやるの？やります、やります。で、好きなのとか。え、びっくりだわ。え、イメージがなかったよ。な、え、本当に言ってますか？いや、本当、それは本当、それは本当。何かそういうのあるんだ。ありますよ。マジか、うん、そっか。でも二次元のイケメンかっこいいもんね。いや、もう本当に、うん、いやつらやばい、ツボついてくんだよね。二次元のイケメンだとどういうのが好きなの？どういうの？どういう人？私ね、基本的にメガネ。メガネばっかり好きになっちゃうの。本当ですか？なんかほら、メガネにも種類がいろいろあるじゃない、うん、ね、でも基本的にメガネに落ち着いちゃうんだよ。へー。まず第一印象とかで、あ、メガネってなっちゃうの。これ二次元ね、二次元の話ね。二次元の話、もちろん二次元ですよ。マリンカは二次元だと。私二次元のメガネだし、見るだけで、うわ、無理ってなる。あ、ダメなんだ。どんなにかっこよくても？かっこよく見えないんです。なんでかっこいいじゃん。ダメ？二次元のメガネ男子って、うん、大体パターンがやっぱりあって、うん、本当に、なんでしょう、うん、恋愛してなかった、うん、控えめなメガネ男子か、うん、実は俺様メガネ男子なんですよ、うん、なんか大体が。大体、どっちもやばいもん。どっちにしてもむっつりじゃないですか。私むっつりな人がもう無理で。そうなんだ。もうダメです。もっと爽やかな方がいいんだ。爽やかな方がいい。だってゲームですよ。なんか、うん、怖いじゃないですか。なんか爽やかは爽やかの良さがあるじゃん、うん、それはそれで、うん、もうキュンみたいな、うん、王道じゃん、もうバカみたいな、もうみたいな感じなんじゃない。でもむっつりはむっつりで、ちょっとねえ、もうみたいにならない。ならない。マジで。どういうのが好きなの、マリーカの場合は。どういうの惹かれるとか、よくこういうのが。私でも大体、うん、先輩なんだけど身長がちっちゃいとか。あ、かわいい。そう、あ、そんなのかわいいよ。なんかショタなんだけど、うん、あ、ショタって言っちゃった、あれだ。わかるよ、わかるよ。年下なんだけど、うん、こうなんか大人ぶってるとか、うん、それちょっとかわいらしい感じの人が好き。あ、かわいい系が好きなんだ。そうなんです、かわいい人が好きで。あ、いいよね、それもいいよね。あ、そう。あ、いい。なんか肉体派で、肉体派でもうザッツ主人公みたいな、こう格闘系な主人公より、そういうタイプの方がマリンカ好きってことだ。そうですね。王子様タイプは？王子様も好きですけど、うん、でもなんか、こう王子様系ってモテるじゃないですか、周りから、うん、そういうのだと、うん、こう絶対嫉妬イベントが起こるんですよ。あるあるある。なんか、うん、あの人いつも周りに囲まれて、うん、なんか私と一緒の時間がないみたいな嫉妬イベントとか、うん、逆に、うん、おい、あいつマジ調子乗ってる、あるあるある、決められる嫉妬イベントとか。もいいよ、もうなんか、私それが耐えられなくて。マジ
うなんか私それだけで鼻高々だもん。そう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 。私にいい顔してくれるんだから彼はみたいな気持ちになっちゃうの。気持ちになっちゃう。あーなるほど、うん、優越感ですね。優越感にしたっちゃう、うん、簡単にしたっちゃうよ。じゃあ先輩が一番好きなのはメガネキャラですけど、うん、でも王子様系のメガネキャラってことですか。じゃあいやそうじゃないね、うん、結局全部好きみたいな。あ楽しめちゃうんだね。もう全部楽しめちゃう。全部キャーって言いながらコントローラー投げつけるみたいなくらい。マリエカみたいな。マリエカはさ、その乙女ゲーム好きって言ってたけどさ、めんどくさい恋愛と思うんだったら大体めんどくさいんじゃないの、あの手のやつは。そんなことない。なんかあの学園ものだったらちょっとめんどくさいの多いんですけど、うん、ファンタジー系によっちゃえば。何系？ファンタジーによっちゃえば、あの一緒になんか旅をするとか、うん、あの世界救うみたいな方に行っちゃうので、うん、そうなんです。もうめんどくさいことがない。そうですそうです。そういう方がいいんだ。そういう方が好きです。乙女ゲームの話ってこんなに盛り上がる。いやあんまりしないですしね、先輩と乙女ゲームの話しないね。乙女ゲームの話今後するかもしれないね。これねおすすめやとかね、何かこれやばいよこれ絶対言った方がいいよとかおすすめでも欲しいですね。確かに確かにね。いいかもね。ちょっと今度2人で実況してみようか。乙女ゲームの、ね、乙女ゲームですか。キュンキュンしながら。やばい。やりたい。やりたい。やりたい、ね、普通に。いいと思いますよ。ゴージャス動画でね、あんまりまだやってないんでね。あのぜひやってみたらいいなと思います。さあどうですか。ちょっとはお互いなんか距離が縮まりました。さらに。いやなんかもともと縮まってるから。そうなんかより一層知ることができました。そうですね、これから深い関係だったの。すごい。はい。聞いてない？聞いてないです。嘘、本当？はい、というわけで、今回は、マリンカとのんちゃんによる、ガールズトークでした。ね。あ、ゲームとかしないんだ。しないよ、今回もトークのみ。トークのみ。トークのみ。へえ。やっぱちょっとやっぱのんちゃんも天然だね。やい。あのね、前にヨキュとサユリンでガールズトークやった時も、うん、サユリンも同じこと言った。あれゲームやんないんですか。だからガールズトークの回だって言ったじゃんっていうね。言った、うん、言ったや。サユリンさんと気が合いそう。あ、本当ですはい、はい、じゃあ閉めてください。はい、はい、じゃあそういうことでね、ゴージャス動画では、チャンネル登録をね、皆さんに推奨しております。皆さんぜひチャンネル登録お願いしますね。お願いします。はい、今回ここまでということで、古木さんと私のガールズトークでした、はい、バイバーイ。ガールズトークって何でしょうね。でも女の子同士で喋ってれば、うん、ガールズだから、うん、ガールズ喋るトーク、うん、ガールズ女喋るトーク、あ、そうか、女の子、女複数トークですもんね。結論、二、うん、人ともね、うん、あの一人で常に行動してるから、うん、ガールズトークってのに戸惑うんだね。ガールズでトークしないですね。するよ。世間は結構してるよ。そっか。そうやってお茶しに行くわけじゃん、みんなで。じゃあするよ、たまに。そうかも、たまに行くよ。でもあれでしょ、スマホで乙女ゲームをそれぞれやってるでしょ。しないよね。しないです。普通に喋ってますね。お疲れした。お疲れ様でした。